テレビの三浦麻美アナウンサーが25日、自身のインスタグラムを更新。インスタライブで第3回となるランチ会を実施したことを報告した写真。ワイルドさと外見のギャップが凄まじい。日テレ久野アナ&滝アナの貴重なバイク仲間 2S の実際の写真麻婆豆腐を平らげた三浦アナは、一緒にいただきますとごちそうさまができて楽しかったです。いろいろ話も聞いてくださってありがとうございましたと感謝した。この様子は YouTube の日テレ公式チャンネルにもアップされるという。第1回のランチ会ではとんかつ2枚をペロリと平らげ、第2回では餃子と卵かけご飯を美味しそうに食べた三浦アナ。今回は麻婆豆腐で視聴者を魅了した。ハッシュタグで、シャープ次は甘いものを作ります、と予告している。視聴者からは、一緒にご飯食べてるみたいでした。今回も麻婆豆腐の量がすごかったね。明るくて笑顔が良くていい食べっぷりを見せてくれる三浦さん、本当に大好きです。これからもずっと応援します。職場で友達とランチしているような気分が味わえて、嬉しかったです。いつも美味しそうに食べるミトちゃんを見てると、ほっこりします。最高のお昼になりました。とても癒されました。在宅お昼タイムの楽しみになりましたので、今後もよろしくお願いします。との声が上がっている。